うちが世話してるスナックで暴れてる客がいるらしい。こいつ前と同じ客だな。懲りない男だな。俺が話しつけてくる。ところでよ、京介、最近事務所いないけどどうかしたか？くそ、さすがにタバコの匂い髪につくな。ごめんすみません、雨に濡れたので勝手にシャワー借りちゃいました。あそっか、大丈夫、自由に使ってもらって。動揺しすぎだろ、変なことしないから怖がらないで。変、終わったら教えて。ちょろ、おい、あ、俺いるときタバコ吸うな。まだつけたばっか。京介くん禁煙してるの？お前らよ、一服する前にお客さんに茶くらい出したら。すいませんね、気聞かなくて。もういいですよ、それ。未払いの金払ってくれればうちとしては。いいの？そいつまたやるよ。またはもう来ないよ。わかってますよね。と。遅くなったな、早く帰らないと。アキラさん、ただいま戻りました。お帰りなさい。今日は帰り早いですね。うん、今日はもう切り上げてきた。そうですか。アキラさん、それ俺の仕事ですよ。いいの、やらせて。でも。いいんだってば。ごめん。何かあったんですか？私に生活力がないから、いつまでも結婚できないんだって言われて。誰がそんなことを？父親にね。ごめん、大したことじゃないから。気にする必要なんてない。え？まず包丁を使うとき、左手はこうです。僕が教えてあげますから、もう一度やってみませんか？手首を使って、できた。卵焼きばっかり。せっかく作りましたから、残さずいただきましょう。